眠いって、なんか眠いかも、なんか眠いかも。ね、待って、最近さじゃんけんしてないわ、これ。やった。なんかこれじゃんけん毎回勝てる。あ、今ベッドできるやん。あと5分や。イエイ。ポニテ可愛い、嬉しい。ポニテ好きですか？テロップに、かけたかな。そういえばここ数日ツイッターで謎に宮崎県がトレンド入りしてた。なんで？なんでやろう。なんだろう。でも嬉しい。嬉しいことやといいな。え、待って、嬉しいことじゃない気がする。でもそれなんかわかんないけど、ニュース見てる限り常に眠いのが猿なんです。わさっぴさんよくお分かりで。ドボン。始めました。もうソラノに似合う髪型ポニーだとあれだけ言ってたでしょうがって。そうね、まあポニーはまあ似合う方だとは思うんですけれども、暑い日はねポニーだよね。たくさんベッドしよう。10ベッド。もうランダムにどんどん押してきますよ。誰もいませんが。その服の色めっちゃ似合うじゃん。ランチューさん嬉しい。なんか私パキッとした色がやっぱ似合うみたいです。濃い色、暖色の方が似合うかな。でもあ、でも青もあの青だったら似合うと思う。水色よりは青ですね。そうだから緑も合う。なんか濃い色が合うかも。おけいちゃん嬉しい。しずくありがとう。夏場はポニテ増えるって。え、夏はめっちゃポニテしてますよ。メイが生まれた。お、いいね、おめでとうございます。10年12年後に AKB があったら入ってほしいなって。お、いいですね。ジギータさん、ジジーありがとう。奥さんとスタンバイしてる、嬉しい。ぜひぜひ。いい。今日はね、涼しかったですね。久しぶりに。お話し会で初めまして、反則ですね。ツツツツツドローツー。ガッツポーズってなんでですか？まあ3枚増えた。8
リッチ誰か笑えない、そんなこと言わないでください。うん、わからんにゃん、着てみらんと。ボーナスタイム。もうベッドできんやった。会ってみないと。そうだよ、だってみんな覚えてるよとか言ったらさ、私は私はってなっちゃうでしょ。そう、あ、そう、ドボイしてる、うん、劇場で見ただけと話しか言ったことないジーギータさん、ぜひ来てください、待ってる。カズトさん、ハートありがとう。そう、あのショールームはよく来てくれるよって方も、そう、なかなかね、あのまだお会いしたことない方いっぱいいると思うので、ぜひ皆さん、あの6月分のあの幕張のチケットはもうないんで、ないというかもう受付終了しちゃってるけど、そう、あの何やっけ、7月はねまだまだ大丈夫なので、まだまだというか明日の12時までかな、そう、大丈夫なので、ぜひ皆さん迷ってたらすぐあのぜひポチってみてください。そう、ゴエさんもお話し会いつから見てないことか、めっちゃ前だったね、うん、緊張して話せん。もうショールームでこんな話しよったら話せるって大丈夫ですよ、意外と話せるもんですよ、うん。リアル話しか言ったら空野に初めましてって言われる自信あります。そんなことないやん、そんなことないよ、うん、うん、お話し会によく来てくださってる方はそんなことない、絶対絶対ないです、うん、空野に会ったら心臓止まるね、ちょっとそんなことないです、お話ししましょう。ジーギータさんありがとう。ジージー、そう、7月分、あ、そう、明日が最終、最終ではないと思う、うん、待ってるね。トメさん、トマさん T シャツありがとう、かわいいカラフル。そういえば吉野家でシア汁がメニューに、なんかさ、それさ CM で見た気がする、飲んでみて。この間も参加したじゃん、それは嘘それは嘘。そう、第9次販売が、そうなんです、7日、うん、12時まで。あ、でも明日からまたあんのかな、木曜ってことは。あ、この前ってコンサートかな、もしかしたら7月の横浜行くので、お話し会終わりに中華街に、お、いいじゃないですか。わさっぴさん7月待ってるわ7月じゃあ船降りれるってこと、うん、磯風さんヤッホー。
もう少ししたら幕張でソラノに会える。嬉しい。待ってるわ。最近聞いたよね、ソラノあっちこっちで映ってたね。え、本気？ちゃんとできてた？そうやった。最近聞いたよね。告知するの忘れてた。まさかの。ちょっと待って。最近聞いたよね、 TVer で見てくださいって告知しますね。私告知すっかりできてなかった。待って、ちょっと待って、ちょっと一旦待って待って、あれ今日じゃない？今日告知すればいいんですよね、多分。今日だよね、いつも。7月に降りる予定。じゃあ来れるかな。リボンさんありがとう。しずく、あ、今夜よね。え、じゃあ、前回は何何で映っちゃったの。端っこも幕張もお話し会の後は、え、なになになに、反省会。なんで飲み会？あ、4月29日のね。え、じゃあさ、待って、何時からやっけ、何時からですっけ。私じゃあまだ見れるかも。マジか。ちょっと待って、この配信終わったらちょっと連絡します。連絡しますね。ねえ、言うの忘れてたじゃん。エンジンミヨンさんの隣じゃなくて、あ、隣でした。すごっ。カズトさん、アジサイありがとう。リボンさん、ハートありがとう。じゃあ言いますね、私。まずとりあえず今夜映ることをね、したよ。じゃあこの配信終わったら見るわ。わさっぴさん、しずくありがとう。てかみんなの方が詳しいよね、こういうの。そう、ミオンさんの隣でした。そう、ミオンさんがお話ししてるところ隣だった。そう、リボンちゃんお花ありがとう。これ何の花、バラ、バラかな。今何時みんな。あ、そうや、ちょっと待ってください。一旦、あ、もう10時か。ちょっと待って、10時、ちょっと待って、とりあえず連絡する。最近聞いたよね、だよね。先週のは待て、
なんだっけ、前日のコンサート、あーと、先週の緊急だよね、全体コンサートの様子出た話、今日放送のやつはチームメイトコンサートの様子ですよね。え、待って、最近聞いたよね、最近聞いたよねですよね。10時9分ありがとう。1歳児クラス可愛いって生き返ったって。1歳児は可愛いわ、可愛いわそりゃ。ちょっと待って、そうやった、いとこちゃんがさ、グッズるとき教えてって言われたんよね。待って、大名さん AKB48 最近聞いたよねだっけ。ちょっと待って、フルネームどうだっけ、フルネーム教えて、フルネーム教えてっていうか多分合ってる、 AKB48 最近聞いたよね、だよね。AKB48 最近聞いたよね、合ってますか。調べよ。最近聞いてないですけど、ちょっと違います、それ絶対違う。AKB48 最近聞いたよね、よし、オッケー、10最近聞いたよね、聞いたよねっていう番組、コンサートの、わ、みんな寝てるかな、まあ、最近ポニタだよね、ありがとうございます。よし、ゲームやりますね。夜中だよね、これ配信終わってから、じゃああれ SNS は入れますね。ちょっと待って、私ちゃんとね入れてるんです、あのしようと思って、ちゃんとあの何スケジュール表に入れてるんです、何時にあの忘れんようにみたいな。そう、配信は1時間ぐらいしようかなって感じ。
あの夏の防波堤いいよねって。ねあれさ、乃木坂さんの曲かなって思ったくらいに、そうなんか乃木坂さんの曲かと思ったらちゃんと新曲でした。そう、研究生のみんなの新曲めっちゃ好き。うん、めっちゃ好きです。あの夏の、うん、ダダ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 、あの鼻こうして溺れるみたいな歌詞歌ってるとこめっちゃ好き。あ、25時30分からありがとう。1時半ありがとうございます。トゥ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 、今日もスラノンと対戦できず、ハートだけ消費して終わるだろうなって。そんなこともないです、そんなこともないです。ちょっとみんなちゃんと願ってください。意外と当たんないね。え、可愛いよね。そう、めっちゃ可愛くない？そこ、あの鼻横向いて鼻つまんでるところ、目つぶって。今日も何回かせーのでともやってみよう。 OK。 昨日見に来れなかったのに名前出してくれてありがとうって。ウラン、ユナ、ソラちゃん4姉妹私も入れてくれた、嬉しい。そう、来てよ、ぜひ連番で。うん、どうされるのかな。うん、ね、違う、人差し指を鼻に当てるやつじゃない。それはわさっぴさんポーズ。噛んじゃった。おお、バスト刺しちゃった、ごめんなさい。ごぼう天うどんさん、ごめんなさい、バストさせちゃいました。じゃあせーので押そう。やばい、記録かけない、それはもう。じゃあそうだな、しょうがないから、サウノンの好きなとこ書きなよよし、いきます。せーの、あ、待って、せーの、当たんない。お代理さんのファンの方がいっぱいいますね。オッケー、10秒ずれね、次するわ。単位落とすけどありあり、嬉しいよ。そこでなしって言わん、みつきちゃんが可愛いね。背筋伸びた、お、頑張って頑張って、すごい。なんかあれだよね、すごいよね、尊敬します、本当に。だって記録、そんな毎日、すごいね。毎日でも書くこと、毎日書くことなくないって言おうとしたけど、書くことあるか、あるね。あれだよね、あの生徒さんの成長、これが嬉しかったとか、そういうの書くんよねきっと。え、そういうじゃない、そういうのじゃない、そういうのを想像してるけど。うん優しすぎえ、こういうのが嬉しかったみたいな、そういうの書く、
一日の出来事みたいな、保育園とか幼稚園の。さらちゃんの配信レポツイッターに上げるようになって今までよりももっとしっかり見るようになった。お、嬉しい。一日の時間ごとの流れと、うん、その日のエピソード記録、へえ、自由記述欄と感想、へえ、でも楽しそう。なんかあれか、年輪とか日記、日記みたいな感じ、そういうこと。一日の時間ごとの流れ、ああれね、プールとかね、お昼寝とか絵本とか。1時間の配信140字でまとめるのめっちゃ頭使うって、すごっ、140字も書いてくれるの嬉しい。ちょっと待って、140字もさ書けるような内容多分喋れてないけど大丈夫かな。毎日ありがとう、絞り出して書いてくれてあ、ちょっと待って、勝手にみんなボタン押しちゃったので次やりますね。10秒のやつ。これから晩ご飯食べて、美味しく食べて、何だろう、スペード、うん、嬉しい、スペード、わー、バーストバーストしちゃった。うん、トマトのつけ麺おしゃん、麻婆丼いいね、麻婆丼。よし、じゃあ皆さんいきますよ、いきます、せーの、あ、ちょっと待って、間違えた、せーので、私も押しちゃった。ちょっと次こそしっかりするので許してください。でも待って、ぶっちゃんとわさっぴさん謎に当たった待って、謎に当たっちゃった、ありがとう。え、これ謎にさ、え、待って、謎にさ、これせーので一緒に押した方が当たる説出てきたよ。ぶっちゃんとわさっぴさんおるもん。うん、これせーので、時差関係ないかも。これ時差関係ないんじゃない、多分。なんか嬉しい、空のパラダイスが2人いる、めっちゃ嬉しい、ありがとう嬉しい、いっちゃがいっちゃが嬉しいです。たまたま押しちゃったけど行きました。お、ドボン、ありがとう、ぶっちゃん、わさっぴさん、パラダイス。次何になるんやろ。アイドルさんに一番教えてねって言われたこと、え、なになになに、どのツールで報告すればいいと思われますかねって。アイドルさんに一番教えてねって言われたこと、アイドルに一番伝えたいことをその伝えたい人に見てもらうにはってこと、そういうこと。それはもうあれですね、メッセージ。うん、ソラノンが失敗するのを読んじゃったかもしれん。え、本物のソラノンよ、本物のソラノンでした。ドボされて幸せ、 M ですか、 M ですか。これせーので押したら多分当たるよ、みんな、みんな押すよ、せーの、ちょっとみんな準備できちょらんやったね、絶対。せーのチャレンジ参加してぜひ、次ね、今誰もおらん、うん、え、待って、もしかしてともやさんとランドさん見てる、そんなことない、手振ってくれる、
わさぴさんとさ、ね、わさぴさんとさ、ぶっちゃんさ、私のせーので押しました？ジーギータさん、ジージー、ありがとう。押した？じゃあさ、やっぱせーので当たるんやない？あ、適当に押しました。出た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 。でも適当で当たるはずないよ。そう、いや、当たることもあるか。ありますね。じゃあわさぴさん偶然ということで。じゃあぶっちゃんはでもせーので押したんやもんね。じゃあ行くよ、みんな。行くよ、せーの。あれ、さっきの奇跡かも。奇跡やったかもしれん。うん。せーの、せーのって言いつつ、待って待ってって言うから諦めてた。あ、じゃあ本気で偶然？偶然やね。すごい。私のこと読んでるわ。まさぴさん、気が合うようです。気が合うようですね。あ、待って、よそ見したらカード増えた。増えました。焦らず慎重に行こうって言われちゃった。安定のはずで。あ、今のゲーム終わらんやった。ごめん。偶然の出会いに奇跡を感じました。私も奇跡を感じました。じゃあやっぱ私せーので10秒後に押してみるね。じゃあ皆さんいいですか？せーの。あちゃー、いなかった。おらんやった。焼きうどんさん、ありがとう。スキップ。飛びょん、飛ぼんの1秒前さん、いっぱい手振ってくれる。わー、バースト。今日バーストめっちゃさせられる。バーストさせられました。やばい。眠くなってきたよ。眠くなってきた。ちょっと待ってね、みんな。
よし。じゃあ皆さん、私が言ったらあれしてくださいね。押してくださいね。たくのりさん、旗ありがとう。せー、いきますよ。せーの。どうだ。おらんね。ふう。さっきのが奇跡だったかな。あ、ラザジー。今録画予約したってお兄ちゃん。イエイ。ラザジー。やつちい、やつちい、返信きた、ちゃんと。もう寝てるかと思った。今日の放送があれでしたよね、エイトのコンサートの様子でしたよね。10秒ちょっと長い。ドボンドボン。え、前回のちょいちょい映ってたんですよね。後で見ますね、私もちゃんと。そうだ、マネージャーさんからね連絡が来てたんですよ。これをお兄ちゃんに。ルルルルルルル。あとは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 ないかな。ラスコン見に来ました、嬉しい、ありがとう。今日ぜひ皆さん25時30分から最近聞いたよね見てください。じゃあ5秒後に押してみる。せーの。よし、じゃあさ、みんな、じゃあさ、私が、はいって言って、はいって、もう一回言うので、次、はいって言ったときに、みんな、はいって返事してください。その秒数測ります。いいですか？いい？みんな。
その秒数測るわ、自分で自分で数えて測るわいいかな、みんなプレイ中かな。みんなプレイ中かな。残念。じゃあいきますよ。はい。あ、5秒や。5秒や。ぶっちゃん5秒やった。ぶっちゃん5秒やった。ちょっと待って、人によっても違うので、もう一回言います。もう一回、もう一回。もう一回行きます。もう一回。もう一回行くね。もう一回。もう一回行きます。もう一回。もう一回行きますね。もう一回やってください。もう一回やってください。行きますよ。はい。あ、え、4秒 ?5 秒 ?5 秒でいけるかも。よし、じゃあ、ちょっと今から、5秒後に押すわ。5秒後に押すね。はい、いきますよ皆さん。ドボンドボンいきますね。ドボンね、ちょっとどんどん遅れてくるね。じゃあいきます皆さん、ドボン、せーの。あれ、なかなかですね。なかなかですね。え、でも5秒ぐらいしか差ない、うん、え、もしかして当たってるんかな。え、5秒ぐらいしか差なかった、ドロー2。え、そう、 JST 時計はね絶対当たるよ。そう、 JST 時計前よくやりよった、うん、最近はあのなんだっけ、ランダムでやって当たったら嬉しいなと思ってランダムでやってたんですけど、そう、じゃあちょっと待ってね。 JST はね絶対あれなんですけどね、これでもあれだよね、いっぱいプレイした方がいい感じよね、きっと。どうなんだろう。あ、待って、 JST 時計調べようと思ったら AKB48 で調べよったさっきがアマチュアさんと対戦当たって、すごっ、すごい。5秒遅れでコメントも反映まで遅れがあったら10秒くらいの差。ちょっとじゃあもう一回10秒でやってみよう。もう一回10秒でやる。じゃあいきます、せーの。そう、私は運を大事にしたいので、そう、あえてね合わせずに時計でみんなとの運にかけてるんです。その通り、トメさん当たらんやった。え、これ当たってるんかな。みんな手振ってくれますね。リバース、リバース、はっ、
イト、スペード、あーと、どっかな、スペード、お、あと1枚。上がりー。ちょっと待ってね。じゃあもう一回やりますか。ランクアップやって、お、あ、2か。じゃあいきますよ、せーの、どこ線の言うタイミングが早いかな、そもそも。なかなか当たりませんが、みんないっぱいプレイしてくださいね。ドロー2使う？ドロー2、今何時なんだろう。43ありがとう。私何分から始めました？ありがとうな、教えてくれて。うん、ハート、ふう、最初みたいに音楽流しながら淡々と言ってくれる方が会えるのかも。やっぱそうかな、やっぱそうかもね。音楽流しながら私淡々とやりますね、みんなと会話しながら。なので皆さんもぜひこの音を頼りに、音頼りになるか分からんけど、ぜひみんなたくさん遊んでください。ドボン。じゃあみんな淡々とやっていくんで当ててください。当ててくださいね皆さん。じゃあやっていきますよ。ちょっとお茶飲ませて。ルイボスティー、誰もおらん。ジョルさん、マリンさん、手振ってくれてありがとう。え、待って、当たった。待って、これなんて読むんだ。雪に光さん、待って、え、早速会えた、嬉しい。え、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。めちゃ嬉しいよ。やっぱこれみんな音頼りにやった方が当たるよ。ありがとうよ、ありがとう。
え、嬉しいです。私は美味しい担々麺のお店でも検索します。ちょっとちょっとありがとう対戦。雪に光なんて読めばいいんだろう。配信1時間経ったら教えてください皆さん、うん、さよならじゃないダラダンダラダダダン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 ダダンダダダンダン。いやー、みつきちゃん忙しいもんね。忙しいもんね。いや今ね、さよならじゃないさんがいるんですよ、この私の相手に。もう相手に、あと7分ぐらい。ありがとう。ダダ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 ダンタタンタナナナダララランタダララララン。ダンダンドゥンダダ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 ダ。私も道に迷いそうなんだ、この僕を思い出すんだ。せーの。タタタタタタ。そう、ヒデリンゴさん、ナイスです。タッタラタンタッタタン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 。わさっぴさんと対戦しました。お、すごい気が合うのかしら。ねえ、交通掲示板、あ、日にちやっぱ決まった。日曜日までみたいですよ。皆さん日曜日までに行ってください。秋葉原駅、私も写真撮りたかったな。でも今週話し会ないもんね。来週まであったらな、見えたのに。写真撮りに行きたかったです。みんな私の代わりに写真撮って帰ってください。みんな代わりに写真撮ってきてね、で載せてください。うん、みんなが撮ってくれた写真保存しました。ジュン、画質悪い、画質悪い。あと7分ぐらい、あ、5分、あと何分ですか。でももうすぐ終わっちゃう。動いてる、きっと動いてる。ぶーちゃん、ハートありがとう。動いてるよね。
あ、ただいま。ただいまんごう。あれです。充電 20% のお知らせが来て止まってました。ごめんなさい。1時間経った。ランキング見ますか。じゃあランキング見ますね、皆さん。ランキング見ますね。泊まって帰ってきたばっかりですが、とりあえずランキングをね読んだと、あ、そんな泊まっちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとうございます。待っててくれて。13位 GPZ さんありがとう。12位はしげお007さんありがとう。11位は高一さんありがとう。10位はキーちゃんとマーク群馬ニアさんありがとう。9位はギャレスアットマーク7レンジャーさんありがとう。8位はナートマークサラちゃんかわいい大好きかな、ありがとう。7位はソースイさんありがとう。6位はジーギータさんありがとう。5位はワサッペさんありがとう。4位はしのたろうアットマークそらちゃん大好き愛してるありがとう。3位はかずとさんありがとう。2位はリボンさんありがとう。そして1位はドマさんでした。ありがとうございます。はい、みんなありがとう。今日もたくさんみんなドボンしながらおしゃべりできて楽しかったです。はい、ということでね、皆さん今日も一日お疲れ様でした。それではおやすみなさい。せーの、そらのじゃんけんじゃんけんブン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 。皆さん、このあと25時30分から AKB48 最近聞いたよね聞いたよねが放送されるんですけど、テレ東さんにて、チームエイトの、9年間の奇跡の、コンサートの様子がね放送されるみたいなので、皆さんそちらもよかったらぜひ見てください。その前に、先週告知できてなかった、できちょらんかったっちゃけど、そう、全体コンサートの様子がそちらの方で、先週の方は放送されてたみたいなので、皆さんまだ TVer だったら間に合うんで、ぜひそちらは TVer で見て、今週の分はぜひよかったら録画してみてくれたら嬉しいです。あとは今そう、ここにテロップに書いてるんですけど、お話し会のね再販じゃないや、第9次受付今やってるので、皆さん7月まだ全然間に合うんで、7月会いに来てください。あとは6月10日まで秋葉原駅にて、9年間の奇跡のチームエイトの交通広告、めっちゃ大きい交通広告が掲載されているみたいなので、皆さんそちらお近くに行った際はツーショット撮ってください。ということで、お知らせいっぱいでしたが、皆さん